どうも、のちん TV です。本日はですね、ウマ娘プリティタビー、こちらのゲームにですね、ついに予告が来ました。待ちに待った予告、はい、やっていきましょうということでね、今回はですね、ゴルシちゃんによるゴールデンウィークキャンペーンジャック開催決定ということでね、皆さんも、常にね、公式の動画を見た後かもしれませんが、こちら来ました、ありがとうございます。で、今回はこの内容をさらっとお知らせするとともに、ちょっと喋りたいことを喋っていきたいと思います。で、まずはですね、ゴールデンウィークキャンペーンジャックとして一つ目の、ボーナスとして、ゴールデンウィーク特別ログインボーナスが来ております。こちらはジュエルゴルシコ564個を10日間にわたってプレゼントということで、合計最大5640個、ゴルシ1000個のジュエルがもらえるというものが来ております。これはログインボーナスね、10日間となっております。で、次に毎日ガチャ1回無料キャンペーンが来ていて、開催中のガチャを1回無料で引くことができます。で、ここで一応ね、まあこの内容解説ではないんですけど、あるのが、最初の7日間がピックアップサポートカードガチャが来ます。で、これが4月30日から5月6日までになってるんで、今来ている八重の無敵のサポートカードガチャ、こちらを7日間、まず1週間引くことができます。で、次にこの後半対象ガチャ、プリティダービーガチャって書いてるところなんですけども、ここに関しては5月6日から5月6日の12時から5月15日までの9日分1回無料額引くことができるっていうことで、これ新キャラクターのガチャを毎日1回無料で引くことができるということになっております。だから、これ、まあ、何来るかって話をちょっとこの後するんですけども、その新しく来たプリティダービーガチャを引くことができます。で、次にですね、ゴールデンウィーク特別ミッションも追加されます。これは、30日12時からミッションが来まして、ここではレッドストライフ、ゴールドシップのピース、そしてサポートポイントなどが入手できるミッションが追加されます。で、まずここでゴルシのピースがもらえます。で、もう一個のキャンペーンとして、ショップのラインナップも追加されるというのがあります。で、ショップのフレンドポイント交換のところに、ゴルシの、ね、ピースが追加、そしてあとはサポートポイントも追加されます。で、これに関しては、まあ、フレンドポイントを、ね、使うので、皆さんがフレンドポイントどのくらい持ってるかによるんですけども、ここでもサポートポイント、そしてゴルシのピースが入手できるということでね、まあこれもゴルシ、まあ、星4、まだね、星3星4までなってない人もね、突できるっていうところで、ありがたいキャンペーンになってるかと思います。で、ここら辺がだいたい大まかにね、4つ目のキャンペーンとなります。で、次がね、5つ目のキャンペーン、ゴルシちゃんモード追加、こちらになっております。まあ、これが一番内容的に多いかな。まあ一応その5640個のジュエルっていうのは熱いところではあるんですけども、今回ですね、ゴルシちゃんが育成をジャックして、期間限定でゴルシちゃんモードという育成が追加されます。で、ここの、詳細な説明なんですけども、期間中このゴルシちゃんモードには何回でも挑戦できます。で、この育成を選ぶと、マニーがですね、累計で120万マニーまで、追加できるというね、キャンペーンがあります。で、120万マニー超えた分はマニー獲得はならず、天井で120万マニーで打ち止めみたいな感じになっています。で、このゴルシちゃんモードはちょっとね、敵が強いというふうに書いております。なんで、これはですね、レースに出走するウマ娘が強化されているっていうね、別の書き方で告知のその予告のページには書いてるんですけども、他のウマ娘が強くなって登場するということになっているようです。で、ただ他のウマ娘は強くなってるんですけども、育成中に上がる能力が上昇するものではないというふうに書いているんで、まあ、一応その強いウマ娘が作れるかどうかっていうのはまだ未知数なんですけども、まあ、マニー稼ぎ、そしてまあゴルシちゃんモードだから、なんかゴルシちゃんが随所で登場するのかわかんないけど、そういう育成がね、追加されるということになっております。まあ、これも結構期待っていうか、何が違うんだろう。最初これ聞いた時さ、そのゴルシちゃんモードだからさ、なんか絶対にレースでゲート難がつくとかさ、ちょっとわかんないけど、そういうことあんのかなとか思ったけど、まあ一応内容的には他のマムスが強いらしいです。いや、クリアがまずできるのかな、これ。ここら辺気になるところですが、まあ、30日の12時に追加されるみたいなんで、実装されたら早速やっていきたいとは思っております。で、ここら辺がまずね、まあ皆さんもご存知の告知だと思うんですけど、まあそうだな、こっからが熱い。あ、そっか、あとそうか、練習ロックとかめっちゃされんのかなもうこの練習しかさせねえぞってめっちゃしてくるの、育成で。そこもむずいのかな。まあ、とりあえずはレースの娘が強いらしいです。
そしてこの動画で、まあ、ちょっとここはね気づいた人がいるか分かんないんですけども、こういうのもあります。ちなみにゴルシーウィーク中のパカチューブではゴルシちゃんが好き勝手やらせてもらうからなって、これがある、これが一応情報の一つとして取り上げてるかがわからないんですけども、俺はここが一番熱いなと思ったんだけど、どうすか皆さん、これが一番熱いんじゃないかと思った。しれっとこのさ、ゴールシーウィーク中のパカチューブの更新するってことを言ってますよね。これ好き勝手やらせてもらう、ここに期待してた人てか、これをじゃあこれ1個の情報ですよってこう俺が出した場合、これマジ熱くねってなるんじゃないのと思うんだよな。これが一番熱いんだけど、いやっていうかさ、パカチューブってさほぼゴルシが支えてきた感あったじゃん、その事前登録とかの時に、そのなんだろう、まあ少なくとも3年とは言わずとも、その 1,2 年間ずっとさゲームがリリースされなくてさ、なんか情報もねえしどうするってなったのを支えてきたのこれパカチューブのさゴルシちゃんじゃん。なんかこのゴルシの動画自体めっちゃ熱いんだよな。またなんかさ、あの空気読みとかさ、ホラーゲームとかさ、あとなんだろう、まあいろいろね怖い話とかいろいろしてたけどそっちの方が熱いんだが、なんでまあこれに関しては本当このゴルシウィーク中のパカチューブの更新、これ毎日更新するかちょっとまあわからないところではありますが、マジでここがね一番熱い情報じゃないかと自分は思いました。マジで要チェックっすね、毎日チェックしないとダメなんかな。ということでね、こんだけ情報あったんですけど、まあ6個ぐらいありましたね。まずはジュエル配られるとかね、ゴルシモード、そして特別ミッションで交換フレンドポイント、あとはマニーがね120万とか、毎日ガチャ1回とかあったんですけど、ゴールシーウィークの、いやちょっと YouTube がね気になります私は。はい、ということでね、ここら辺の情報をお伝えしたんですけども、一応ですねこれ毎日ガチャの1回更新で、今回5月6日の12時にガチャ更新が来ます。だから今成田大進のピックアップガチャが来てるんだけど、それが5月6日に更新されるんだよね。なんでこれ何来るかって話もあるんだよ一応。でいろいろ、例えばダートの適性のある馬娘が欲しいとか、まあ他にもね、まあ、マイルとかもまだ出てない、短距離追い込みってきてるから、まあ、マイルとかあるんだけど、まあみんなダート欲しいとかなってると思うんだけど、俺的予想これ5月6日なんですよ。で5月6日で、まあ、時間は12時になるから4時じゃないと思うんだけど、5月6日 5? ゴル、ゴル、ゴル 4? あと4何かつければゴルシの新衣装来るんじゃないの。いや来ないと思うんだけど来ないと思うんだけど、いやこれがちょっと来てほしいというのがあって、一応ちょっとだけ画像ピックアップしました。マイケル・ジャクソンゴルシ、このマイケル・ジャクソンのゴルシはその元ネタのマイケル・ジャクソンとの比較動画みたいのを見たんですけど、めちゃくちゃ再現度高いんだよね。最初マイケル・ジャクソンさんがステージ上でこう仁王立ちして動かないところからの動くタイミングまで完全に再現されているこのサングラスゴルシ新衣装、まあ、来たら暑い。ちょっとな、普通に、まあ、ゴルシのガチャが来るかはちょっと分かんないところなんだけど、もしね、あるとすればこれが暑いかなと思っております。まあ、そうなるかはね、微妙なんだけど。そして、次に、ゴルシ、セグウェイバージョン。これもはや勝負服じゃないけどね。もはや勝負服じゃないんですけども、セグウェイバージョンゴルシとかね、まあ、考えられる。いやー、考えられないけどね、ちょっとこじつけに近い、ここら辺は。そして、あとはね、焼きそば屋台ゴルシ、後ろのおぐりの焼きそばの量がめちゃくちゃ可愛い、ね、これもでも勝負服っぽくないんだよな全然勝負服っぽくない。なんで、まあ、今回ねこのねゴルシの新衣装が来るかっていうと確率は、まあ、かなり低いものとなると思います。ただまあ来たらこれはもう回さざるを得ないということで、ね、まあもしゴルシ来たら速攻貫突させます。ありがとうございます。ということでね、まあ、今回この新章に関してはこじつけなんですけども、ジェムがね5640個配られることは確定情報なんで、皆さんも馬娘楽しんでいきましょう。ということでのっちん TV でした。最後までご視聴ありがとうございました。今回はお知らせのお知らせ動画だったんですけども、また次の動画も見てみてください。それではまたな、バイバイ。